はい、どうもちげっせー。今、はいの声が、もう一回、はい、はい、みたいな、なんかめちゃくちゃ裏返ったんだけど、はい、なんか変なやつおる、なんか宇宙人みたいなやつおりますけどね、はい。今回は、皆さんね、まあ本当に、まあ、200人、まあ、突破しましてね、で、まあ いつもね、見てくれてる人は、まあまずありがとうございます。で、まあ皆さん、一つね、最近の動画で、まあ、気になったことあるんじゃないでしょうか。はい。まあ、本当にこれはもう謝罪動画ですよ。うん。まあ、皆さん、もう動画見てもらえばもう一目瞭然だと思うんだけど、マリオカートの動画多すぎだよねっていう、多すぎだよねっていうか、マリオカートに切り替えたんですかっていう、まあ、ここをちょっとね、しっかりお話ししないと、ちょっとまずいかなっていうのは、前々から思ってたし、ちょっとね、そのお話なしに、急になんかゲーム実況とね、顔出しと、ま、いろいろごちゃ混ぜになっちゃって、いや、そこはまず非常に申し訳ないな、と思っております。大変ね、いつも見てくれてる方、うん、申し訳ございませんでした。で、ここに関して、まあ、ちょっと、まあ、真面目というか、お話ししていこうかなと思います。で、まあ、なんで、急にマリオカートを、この、しかもね、このキャプチャーボードにも繋がずに、この直撮りでやってるかというと、まあ、正直、まあ、ごめん、言い訳にはなっちゃうかもしれないんだけど、そのなんで直撮りでやってるかに関しては、まずキャプチャーボードがないっていうのはそれはもちろんなんだけど、なんか別になんかゲーム実況、まあ、もちろんやった方がいいのは分かってんだけど、なんかゲーム実況として見てもらうっていうよりは、本当になんかその話の片割れで、見てほしいなっていうのがあって、というのも、今までまあ見てもらえばわかると思うんだけど、まあ、普通になんか話してるだけで、なんかまあ結構本当に毎回見てくれてる人は気づいてると思うけど、結構いろんなことをやったんだよね。例えばまあご飯食べながら話すとかもやったし、なんか立ちながら動画撮るとか、本当にいろんなことをやったんだよ。なんか身振り手振りをやりながら、うん、動画撮るとかね、いろんなことをやってきて、で、まあ、それで気づいたことがあって、それ何かって言ったら、やっぱり、この動画に、まず動きがあった方が、まあ、見やすいなっていうのは、思ったんだよね、そう。で、やっぱり僕の顔はね、まあもちろん、なんか、美形な人とかだったらね、ずっと顔見てるだけで、ね、楽しいみたいなのがあるかもしれないけど、ね、僕の顔なんて、見たって何も面白くないだろうから、そう。でもまあいろいろ考えて、食べながらもね、まあ、前の動画遡っていただければ見れるけど、そう、食べながらの動画もさ、やったけど、やっぱり食べながらの動画ってすごい難しいんだよね。そう、あんまり自分的には、うん、食べんのか喋んのか、なんかどっちかにしたいなっていうのは個人的に思ってて、でそれもまあ一応まあ、却下っていう形に自分的にはあって、まあ、立ってもよかったけど、まあ立ってもまあ、そんなになんか、言うほど座ってても立っててもまあ変わんないかなっていうのはあって、の中で僕が目をつけたのは、ジキヤくんの動画、まあ一本前の動画もね、ちょジキヤくん関係の動画だったんだけど、僕結構ジキヤくんの動画ってすごくもうずっと高校生の頃からずっとまあお世話になってるというか、まあ見てて、そう、まあ気づいたわ、やべえ。そう、でずっと見てて、で、ジキヤくんのマリオカートがすごく、評判がいいみたいな話を、深いピース、純平さんと、ジキヤくんの動画で確か言ってたのかな。動画で、純平さんがなんかいろんな人にね、ジキヤ、くんのマリオカート見てます、みたいな話をされるみたいな話をしてて、確かに、僕もジキヤくんのマリオカートってすごく見てたな、見てたなとか現在進行形で見てるなって思うし、まあ、今ジキヤくんの例で出したけど、ジキヤくん以外でも、まあなんか、サワヤンさんとか、おもこさんとか、まああと誰だろう、まあパッと思い浮かぶのはそれぐらいだけど、の人たちが、結構そのマリオカートをしながら、なんか、まあキヨさんとかもそうだけど、まあキヨさんはまあゲーム実況者か、あれだけど、うん、まあ他の人たちもゲーム実況者か。でもまあだからジキヤくんなんだよね。だから話をしながら、なんか、こう雑談をしながらマリオカートをやってるような人を結構参考にしたくて、で僕の中ではそれがジュキヤくんだったのよ。そう。ジュキヤくんが普通に最近やったことをマリオカートのこの冷凍戦やりながら話してるみたいな動画をつい見てて、それってなんで見れるのかなって思ったら、見れるっていうか見やすいのかなって思ったら、始まんないな。そう。なんで見やすいのかなって言ったら、やっぱりその動きがあるから、
なんだろう、情報量が多いからだと僕は勝手に思ってるね。あの、間違ってるかもしれない、合ってるか間違ってる、もちろんジキヤ君のトーク力がすごいっていうのはそれはもちろんなんだけど、うん、まあ、やっぱりその動画をその激しいというか、こうね、カートのレースを見てて、でなんか奥で喋ってるみたいな感じ、そう、言い方正しい、合ってるか分かんないけどね、っていう感じの印象を持ってて、まあ、なので僕もあの、まあ、ちょっと真似っていうか、まあ別にね、やってることは、まあ、マリオカート自体はまあやってる人いっぱいいるからね、別にまあパクリにはまなんないんじゃないかなっていうので、まあまあなんというか、まあパクリというか、まあパロディというか、まあね、似たようなことはまあやらせてもらってるっていう感じなんですよね。で、もうね、正直やべ、うん、あの、瞑想してて自分的にもなんか何がいいのか分かんなくなってんだよね。本当にいろんなのやってきて、食べる系もあげたしね、いろんな動画あげてきて、何が、例えばじゃあなんか、まあ、悪い動画をあげた時にさ、これはちょっと求めてないよみたいな、まあ誰とは言わないけどさ、昔の方が良かったとかね、それは絶対違うよみたいな、まあコメント欄が叱ってくれるみたいな YouTuber って僕はちらほら見たことあるんですよね。そう、まあ皆さんもね、まあ見たことあると思うんだけど、僕はもう見たことあって、それって、まあ、すごいいいなって思うね。なんでかって言ったら、視聴者となんかコミュニケーションが取れてるっていうか、何をやったらいいっていうのが明確にわかるから。なんだけど、僕の場合、何が求められてるのかもわかんないし、そもそも再生数が、なんだろう、おすすめに、乗らないから、その伸びる伸びない以前の問題なんだよね。そう。で、だからなんか、本当に、何かやってほしいよっていうのがあったら、うん、ぜひコメント欄にね、それは書いていただけたら、嬉しいなっていうふうには思うし、うん、なんか自分的にもね、本当に何をやったらいいのか分かんなくて、マジで迷走してる部分は若干あるかもしれない。うん、本当に僕のチャンネルね、まあ、見ていただけたら分かるけど、かなり迷走してるかなっていうふうには、うん、思ってるので、まあ何をしたらいいかっていうのは、まあ自分で見つけろってね、思う人もまあいるかもしれないけど、うん、いや本当に何をしたらいいか、マジで。うん、瞑想してる部分は、まあ、若干あるかなっていう中で、自分的にこう動きがあった方がいいかなっていうので、まあ、マリオカートをね、まあ、選ばせて、まあ、直撮りで、まあ、やってるっていう感じですね。なので、まあ、なんだろう、マリオカートを真剣に見るっていうよりは、まあ、なんかこう動き的な感じで見ていただけたら嬉しいかなっていうふうに思うし、あと、わかんないけど、僕の顔があった方がいいよっていう人がいるんだったら、それもぜひコメント欄に書いていただけたらいいかなっていう風に、嬉しいです。はい、書いていただけたらね、本当に何が求められてるかがね、配信者として申し訳ないんだけど、わからないから、そうコメント欄にいただけることがないから、何がいいんだろうっていうのが正直迷走してる部分であるので、うん、それでね、なんか、まあ、たまにだけどチャンネル登録者が1日10人減っちゃったりとかいう場合もあるから、それでなんだろう、うん、減っちゃうのは悲しいかなっていうふうに思うし、できる限りね、皆さんの要望にはそれは答えていきたいかなっていうふうには自分も思ってるけど、何を求められてるのかがわからないので、まあ基本的にはなんだろう、まあ前と同じ、まあ、トークでこうやってね話していくのは基本的に変わらないし、中で、まあ、動きがあった方がいいかなっていうので、まあ、マリオカートっていうゲームを選ばせていただきました。まあスマブラとかね、スプラトゥーンとか、まあいろんなゲームあるんだけど、やっぱマリオカートが、うん、見やすいかなっていうのと、あと知名度的に考えても、まあ、マリオカートがいいんじゃないかなっていうので、まあ、マリオカートを選ばせていただきましたっていう感じなので、まあ、ゲーム実況っていう感じでもまたそれは、うん、違うかなっていうふうにも思ってるので、うん、まあ普通に顔出しは顔出しでやっていきたいかなっていうふうに思うし、そこはまあ、本当に、いや、これこれやってほしいよっていうのがあったらね、逆にトーク系じゃなくて企画系とかでも、本当に何でもやるから、うん、なんか、これやってほしいよっていうのがあったら、ぜひコメント欄にとにかく、もう意見箱みたいな感じでいいので、ぜひね、これやってほしいよ、あれやってほしいよっていうのを書いていただけたら、すごく助かりますっていう感じですかね。はい、って感じで、まあ、今回は、まあ、瞑想してる件というか、なんでね、急に、まあ、マリオカートばっかりあげるようになったのっていうことに関して、
お話させていただきました。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいかなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。